それでは最後にですね、飛躍階段行列の検算についてお話ししたいと思います。飛躍階段行列に変形した結果がですね、正しいかどうか不安に思うことがあると思うんですが、実際検算はどうやってやればいいでしょうか、まあ、検算できるかという問いに対しては、ほぼできると答えておきます。例えばですね、A をこのように B、飛躍階段にしたと。これが正しいかどうかを 検証ししたいとします B はですねこのような形をしています。B の第 J 列を BJ とすると、まあ、B1 はもちろん E1 であり B2 は E2 なわけですが B3 は一1 1 0ですからこれのス1倍とこれの1倍ですね。で B4 はこれの1倍とこれの1倍。こ、まあ、これとこの和 になっているわけですねつまり B に、えー、このようなあベクトルをかけるとゼロになるっていう性質を持っているわけです。つまりこの B の列ベクトルの間の関係式というのは飛躍階段行列ですから、えー、飛躍階段この段でないところはその段になっているこの基本ベクトルのどういうスカラ倍でかけるか。 一時結合ででけけるかということは自明なわけですよね3列目は E1 のマイナス1倍と E2 の1倍の和であるとかいうことはそういうことは全部自明なわけですよねすぐは見たら分かるわけですねでこの関係式はつまりこの方程式を満たすということですが B はですね A に対してある生息行列を左からかけたものですのでこの等式自体はこれと同値になるわけですね つまり BX イコール0ロということと AX イコール0は同値なので B に何かベクトルをかけて0になるという条件はですね A について全く同じことが言えるわけですつまりこれは何を言っているかというと A の列ベクトルについても第3列は第1列のマイナス1倍と第2列の1倍を足したものになっているあるいは A の第4列は1列目と2列目を足したものになっているということを意味しているわけですが 実際そうなっていることが確かめられると思います。はい。ということで、これを確かめてみてください。えつまりですね、えー、この B の様子を見ると、まあ、1列目と2列目の間にはまあ何の関係もないわけですが、それは A についても同じことが言えてで、3列目は1列目と2列目のそれぞれマイナス1倍と1倍を足したものになっていて、それは についいいてても言えていると、えー、そういう関係です、ね、まあ正確には一時独立性というのを使うんですが、えー、ここではまだ一時独立性をやっていませんので、えー、やっていないわけなので、えー、ちょっとそういうことは使いませんが、えーまあ、要するにこういう関係式が成り立つということでまあ計算することができるということになるわけですね。